クラレンス・アボンデール公爵アルバート・ビクター王子、1864年1月8日から1892年1月14日は、イギリス王太子アルバート・エドワードとその日、アレクサンドラの長男。愛称はエディ。クラレンス・アボンデール公に除され、父に次ぐ、王位継承権者とされていたが、祖母、ビクトリア女王の在位中に、肺炎で休止したため、後に、弟が王位を継承し、 ジョージ5世として即位した。1891年に、アルバート・ビクターは、フランツ・フォンテックの長女・ビクトリア・メアリーと婚約したが、婚約の6週間後の1892年1月14日に、肺炎により皇居これによって、弟ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバートは、父に次いで王位を継承しなければならなくなり、海軍も退役することとなった。 ジョージは代わってメアリーと結婚し、父エドワード7世が即位すると、王太子プリンス・オブ・ウェールズに除された。祖母ビクトリア女王は孫娘にあたるアリックスとの縁談を望んでいたと言われる。エディ自身もこの10枚がお気に入りだったようで、アリックスがプロポーズを拒否したとき、落胆したと言われている。一時、切り先、ジャック事件の犯人と疑われていたことがあるほか、 クリーブランドストリートスキャンダルで摘発された男性感の顧客だったと長らく噂されており、バイセクシュアルだったと信じる人々もいる。フリーメイソンのメンバーだった。ありがとうございます。